ハルシュタット文化とラ・テーヌ文化の概要図。中核となる、ハルシュタット文化圏を濃い黄色、影響を受けた地域を薄い黄色で示している。中核となるラ・テーヌ文化圏を濃い緑、影響を受けた地域を薄い緑で示している。ケルト人の主な居住地域には地名を記している。ラ・テーヌ文化は、ヨーロッパの鉄器時代の文化であり、 スイスのヌーシャテルコ北岸にあるラテーヌの考古遺跡で1857年、ハンズリー・コップが多数の貴重な遺物を発掘したことから名付けられた。ラテーヌ文化は、鉄器時代後期に、東フランス、スイス、オーストリア、西南ドイツ、チェコ、スロバキア、ハンガリーで発展し栄えた。同時代に、ドイツ北部では、ヤストルフ文化が存在していた。ラテヌ文化は、 鉄器時代前期のハルシュタット文化から特に断絶することなく発展したもので、ローマ以前にガリアに進出したギリシア人やエトロリア文明などの地中海からの影響を強く受けている。居住地域の移動は紀元前4世紀に起きた。ラ・テーヌ文化の人口ものは広い地域で見られ、アイルランド島やグレートブリテン島の一部、スペイン北部、ブルゴーニュ、 オーストリアなどでも出土している。墓を詳細に調べることで、広範囲な交易が行われていたことも判明している。フランスのビクスの墳墓では、紀元前6世紀の高貴な女性が、ギリシア製の聖堂の釜を棺として葬られていた。ラテーヌ文化圏から地中海文化圏への輸出品は、塩、鈴、銅、琥珀、ウール、比較、毛皮、金などだった。 ノーサンプトンシャーのベスボローで出土した紀元前一世紀の鏡。渦巻きとラッパ系の模様がある。ラ・テーヌ文化が最初にどの地域で発展したのかについて結論は出ていないが中心となっていた地域はハルシュタット文化圏の北西端とするのが一般的でアルプス山脈の北、西はマルヌともゼルの間の谷まで東は現在のバイエルンから オーストリアのあたりである。九百九十四年、フランクフルトアムマイン近郊のヘッセン州グラウブルクで、紀元前五世紀初頭の有力者の墳墓の発掘が行われた。このあたりは以前は、ラテーヌ文化圏の周辺部と見られていた。ラテーヌ文化は、紀元前四世紀には、ヒスパニア、ポーヘーゲン、バルカン半島、さらには、アナトリア半島にまで広がりを見せており、 実際に大規模な移住が起きたと見られている。紀元前4世紀にはブレンヌス率いるガリア軍がローマにまで達した。紀元前3世紀、ガリア人の一団がギリシアに侵入して、デルポイの神殿を脅かしていた一方、別の一団は小アジアのガラティアに入植している。有力者の墓の副葬品から、広範囲の交易が行われていたことが判明している。 ラテーヌの物質文化の様式は、エトルリア、古代イタリア、ギリシア、スキタイなどに影響を受けている。ラテーヌの遺跡で見つかった、ギリシア製の陶磁器の様式や年輪年代学、熱ルミネッセンス法による測定などから、いくつかのラテーヌ遺跡の絶対年代が判明している。他の高古年代と同様、ラテーヌ文化は前期、中期、後期に分けられ、 ローマに征服されたために過去のものとなって集結した。文化的には広範囲に広がったが、社会的、または政治的に一体だったわけではなく、物質文化の広がりと言語の関係については、議論が続いている。この文化圏に関する現代の知識は、考古学的証拠、古代ギリシアや古代ローマの文献、民族学的証拠からのもので、 特に民族学的には、西ヨーロッパのケルト領域にまで、ラ・テーヌ文化の美術的な影響が指摘されており、議論になっている。考古学上、ラ・テーヌ文化に属するとされる社会のいくつかは、紀元前5世紀以降のギリシアやローマの文献で、ケルトよ呼び、ガリと呼ばれた。ヘロドトスは、ケルトイをドナウ川源流域としたが、これは、ラ・テーヌ文化の中心地にあたる。 このことが、ラ・テーヌ文化の担い手が、ケルト人だったことを意味するかどうかは、判断が難しい。考古学では、言語、物質文化、政治的同盟が、必ずしも並行して発生しないと繰り返し、断定している。フレイは、紀元前5世紀のケルト人の埋葬の習慣は、一様ではなく、むしろ局所的な集団が、独自の信念を持ち、結果として、 独特な芸術表現を生み出したとしている。ラ・テーヌ文化の高校遺跡とされるものは、スラブ文化圏にもあり、ラ・テーヌ文化をケルト人のものとすることは微妙な問題を生ずる可能性がある。ラ・テーヌ文化の制度や、鉄や、金の金属加工は、ハルシュタット文化から技術的に進化したもので、複雑な渦巻き模様や、組紐模様を施した。 見事な制動性の容器、ヘルメット、盾、バグ、トルクと呼ばれる首は、フィビュラと呼ばれる、ソーシングなどが特徴的である。それは、動植物を様式化した曲線で表したもので、ハルシュタット文化の幾何学模様の伝統の上に成り立っている。ラ・テーヌ文化の初期の芸術様式は性的な幾何学装飾を特徴としたが、 そこから、動的な三脚ともえなどへと発展していった。発展様式の一部には、バルダルゲスハイム様式に見られる蛇状の曲がりくねった、線の繰り返しのような独特のデザインもある。当初、ラ・テーヌ文化の人々は有力者が支配する小高い、ヒルフォートに住んでいた。オッピドゥムと呼ばれる町は、ラ・テーヌ中期に出現した。建物は、石像よりも木造が多かった。 儀礼用に縦穴を掘り、そこに生贄を捧げ、時には人心獄を捧げることもあった。生首に大きな力が宿ると考えられていたようで、彫刻などによく見られる。副葬品としては、武器、カート、貴重品や、日用品などがあり、来世との強い連続性を想定していたと思われる。ラテーヌは、スイスのヌーシャテル湖北岸にある村である。 高校遺跡で有名であり、ラ・テーヌ文化の名称はここにちなんでいる。1857年、干ばつが続いたために、湖の水位が2メートルほど低下した。そこで、フリードリッヒ・シュワープ大佐の命でアンズリー・コップが、調査したところ、水深約50センチメートルの湖底から、木食いの列が顔を出しているのを発見した。そこからコップは、 約40本の鉄の剣を収集した。スイスの考古学者、フェルディナント・ケーラーは1868年、スイスの古城住居に関する最初の論文を発表した。1863年、彼はこの遺跡を、ケルト人が、古城に杭を打って作った村だと解釈した。まもなくヌーシャテルの地質学者、エデュアルド・デ・ソルが、古岸の発掘を開始した。 彼はこれを古城に杭いを打って作った武器庫で後に敵が破壊したものだと解釈した。また、出土した中鉄圏は生倉だったことから生贄を捧げた場所という解釈もある。1868年から1883年まで初めて意図的に湖の水位を下げ遺跡を乾いた状態にした。 1880年近くの村の教師エミール・ボーガが2つの木造の橋を発見し、デソル橋・ボーガ橋と命名された。橋はティエールという小川にかかっていたもので、長さは100メートル以上あった。さらにその菓子だったところに5軒の住居跡も発見した。次に、博物館の学芸員 F ・ボレルが発掘調査を行った。 1885年、地元自治体は、ヌーシャテルの歴史協会に発掘調査の継続を依頼し、同年ボーガーが発掘結果を公表した。全部で2500点以上の遺物が出土しているが、その多くは金属製である。特に武器が多く、剣が166本、槍の先端部が269個、盾が29個、止め針が328個、 その他にもベルトの留め金、カミソリ、道具類、青銅の釜、木製の首機、鉄のインゴットなどが発見された。さらに、ブローチ、道具、ジャリオットの部品などが385個出土している。人骨や、動物の骨も多数出土している。この遺跡の発掘は1917年に中止された。この遺跡が、どういう場所だったかという解釈は様々である。 橋が洪水で破壊されたとする説や、女性像がほとんど出土していないため戦いに勝利した、後に生贄を捧げる場所だったとする説もある。2007年6月、ラテーヌ遺跡発見から150周年を記念して、ビールの博物館で展覧会が開催された。この展覧会は2008年には、チューリッヒ、2009年には、ブルゴーニュのモンブーブレで開催された。 ラ・テーヌ文化に属する、主な遺跡は次の場所にある。ビクスのクラテールラ・テーヌ文化の重要な遺物として、次のものがある。ありがとうございます。